まだ途中か。道具預ける。あ、俺の身はまあいいか。まあこんなもんでいいだろう。まだダンジョンあんの？え、まだあんの？これ。いつ終わんだよ。13で終わり？ちょ、頑張るか。うわ、気持ち悪い、これ。あ、てか階段があった。来たか？来るか？れ？急に暗いところになってきた。みんな大丈夫？ああ、大丈夫だ。こっちも平気。でも、ゴリゴリ。何？今の音は。ゴリゴリ。なんか、ずれるような音だけど、擦れるような音。みんな気をつけろ。ああ！おお、ゴルーグだ。でかい。なんだこいつは。さっきの音はこれの足音だったのか。あ、今度はフリージョが出てきた。いいね、このなんか BW の微妙ポケモンコンビ。わあ。ちょっと手助け使ってほしいな、ビリジオン。まあでもそんなに苦戦はしないと思うぞ。もう一発。え、土壇場スキルで避ける？何やそれ。ナイス、これナイス、これナイス。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。あ、誰か死に、あ、ブラッキー死にかけやわ。あ、一人フリージョやった。フリージョやり。ちょっとオレンの実を、ブラッキーに使ってやるか。ちょっと、こっちのフリージョちょっとなんとかしようぜ、早く。やべえぞ。え、この踏ん張りスキルってなんなん、マジで。なんか転がってくるし。これ無視するか、一回。オッケーオッケー。多分物理じゃあかんか、あかんとかやったんかな。あ、宝箱開けてないから。え、残っちょったんてか。え、残っちょったんや。あ、これ全員が戦ってんのか、今。気づかなかった。どこちょったんかお前。やばい、いや、これやばいな、これやばいっす、やばいっす、やばいっす。これあかん。オッケー。よし。スーッと消えてった。あ、何事もなく復活した。ふう、何度かお部屋だったな。今のは、風が吹いたのか。ここは氷の中で覆われた道路なのか。屋内だぞ。それなのに風が。ドームでもこれだけ大きければ空気が動くこともあるんじゃないかしら。
私も感じたよ、風を。そよ風みたいな弱いものだったけど、風、確実に感じる。ステマや工作員は来るだろうけど、みんな流されるんだよ。僕も、この先に向かって流れていったような気が。きっと上へと続くやつだな。風吹いている確実に、俺たちに。にちゃんのコピーみたいな。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。のこち大丈夫？お前本当にさ、やめろよ、ここでそういうのは。空気読めよ、マジでお前はな。置いていくからだ、普通に。うん。足を引っ張ることだけはマジしないでくれよ。はぁ、はぁ。はぁ、あれな、みんなでも疲れてんだ。先はまだなのか。変だな。みんなの息が荒い。ビリジー。お前ら意外と致命傷ってんじゃねえか。なんかすごく息苦しいんだけど。真っ先に倒れたのがビリジーなんだけど、ちょっと意外すぎたな、今。なんでだろう、わからないよ。キバゴモンは、なぜ平気なの？うん、ほんとに。今のキバゴのなんかうなずき方がちょっと笑っちゃったわ。うん。あ、平気だよって。うん。うん、平気やけど。なんでお前らそんな死んでそうしてんの？ぐ。やっとここまで来れたというのに。でも、苦しくて、どうにも。あ、嘘やろ。嘘でしょ、こいつら。軟弱者どもがよ。キバゴはあれか、人間やから平気だん？急にあたりが暗く。うわー！え？嘘。今は一人で戦うしか。うわー！え、マジで？ここは？いや、敵じゃなかった？ひなない？みんなを、ここは？俺たちがさっき戦った。まさか、助けてくれたのか？あ、あなたは一体？我の名はキュレム。もうグレッシャーパルスを司るとおるものだ。キュレム？クレムって、あの、イニシエのポケモンと言われた、あの？お前たちが行こうとしたところは、禁断の場所。決して近づいてはならない。禁断の場所？あそこの先は巨大なパワーが備えている。我にも近づけないほどのパワーがな。お前たちがここに来るとは予想していた。あそこに入ったら最後、二度と帰ることはできなかっただろう。ちょっと待って。さっき予知って言ってたけど。それって私たちがここに来ることを最初から知っていたってこと？そうだ。我には未来の行く末がわかるのだ。各地で何が起こるのか、コロナの世界がどうなっていくのか、その全てを我は知っている。そしてここ、クリスチャーパラスで、遥か昔から、その未来をずっと、見覚え続けていってるんだ。クレーム、このポケモンは、予知能力を持ってるのか？しかも世界の行く末をも知るほどの。この先に行くことは許されない。これ以上の冒険は無理だ。引き返すがいい。わかった。この先でちょっと行っただけで倒れるとは思わなかったしな。約束する。この先には行かない。でもその代わり教えてくれ。この先に、大結晶はあるのか？ある。グレッシャーはパルス周辺の物体を浮遊させているものも、大結晶の力だ。わかった。ありがとう。絶対ブラキ後で行くつもりやろ、こっそり。私からも一つ聞かして、ここに、ケルディオというポケモンが来たと思うんだけど、なんか質問タイムみたいになってんねんけどさ。キュレムそのために出てきたんちゃうよな。いや、ここには来ていない。来てないだって？外から来た、ここに来たポケモンはお前たちが初めてだ。もういいだろう。
中で残っちもなんかついでにみたいな。え、もうかってちょっと友人がいるんだけど、ちょっとあいつ連れてきたいんだけど無理なんですかねつって。はって言われる。多くの試練を乗り越え、よくぞここまでたどり着いた。それは賞賛に値しよう。そこにあるものは我からのご褒美だ。受け取るがいいって、蓋開けたら、なんかドラクエのミミック出てくるみたいな。ケルディはここまで来てなかったって、一体どういうことだろう。フリーズも残した場所からここに来るまでの間に、何かが起きた。ということよね。僕、ケルディは絶対ここに来たと思ってたのに、だって一匹で代表が超えてきた実力者だもん。何かあったんだろうな。みんなもういいわ。ビジョン、確かにケルディがここに来てなかったのは謎だけど、でも考えてもわからないしね。あとケルディが残したフリズムの声が、手紙の内容とは食い違うのもわからないし。ビジョン、違うのよエイフィ。投げやりになってるわけじゃないから心配しないで。ここまで来て私、わかったの。フリズムにあったケルディの声。あの声は、紛れもなく私の知ってるいつものケルディオよ。手紙のケルディオはひどかったけど、でも声のケルディオは何も変わっていない。そこまで来て、やっと気づいたの。私、ケルディオから手紙が来て、それを読んだ時から、ずっと友達というものが信じられなくなっていたけど、でも私にその気持ちを植え付けたのは、実はケルディオでも誰でもなかった。私に不信感を植え付けたもの、それは、手紙を見て失望した。私自身なのよ。来たー。手紙を読んだ私が勝手にがっかりして、勝手に作り出したものだったのよ。まだわからないことはたくさんある。であれば、真実もまた別のところにあるかもしれない。だから思ったの。だったらもう一度信じてみよう。てね。ビリジオン。これまで私ずっと嫌な奴だったと思う。でもみんなに会えて、そして一緒にここまで来れて、やっと信じる気持ちを思い出すことができた。それもこれもみんなのおかげよ。すごく感謝している。本当に、ありがとう。ビリジョン、よかった。うん、本当よかった。ビリジョンのことだけでも今回の冒険は大成功よね。そうね。他にも大氷河を越えたし、氷河の中に驚いたし、氷の城も見れたしね。ここグレッシャーパルスって言うんだね。俺は大結晶が本当に存在したってところだな。実物を拝めなかったのはちょっと残念だけど、私は何と言ってもプリズム、私の一番宝物よ。エボンガにもプレゼントしようね。もちろん、絶対喜ぶよ。てかさ、フリーズもさ、言うてさ、10個も落ちてなかったと思うんですけど、だってエボンガの分合わせてさ、これす、7、8個持っていってるってことはほとんど全部持っていってるやんな。画面ついとかあんだけ言ってたのに。あの宝箱の中のものをもらって帰るとするか。うん。ここにずっといるとキレイムに怒られそうだしね。これ中身なんなんやろね。これで氷箱の、宝箱のなんか氷付けのケルジオの死体だったら。さすがにそこまでシリアスなゲームじゃないと思う。これは。命の種、ブロムヘキシン、あー、しょうもないやつか。そっちか。単純にその、アイテムか。それじゃないんだよなあ。でもこの5000円は結構でかいな。大量だね。よし。じゃあ引き上げるか。うん。みんなこれで私たちの大氷河の冒険は終わりよ。なんだろうね、誕生日に、なんか、プレゼント物じゃなくてさ、現金をなんか、直接もらうみたいなさ、そういうがっかり感っていうかさ、思い出を持ってパラダイスへ帰ろう。今回の冒険は財政功だ。あーそう、実家から送られてくるやつ。それだわ。モンキーズの代表が終わり、キバゴモたちはパラダイスへと帰ってきました。そこに待っていたのはシクワーチのみんなや、パラダイスの仲間でした。みんな代表がの話が聞きたくて仕方ありません。
その日はみんな宿場町の食堂に入り浸り、土産話やお宝を魚に、朝までどんちゃん騒ぎで盛り上がったのでしたと。そして次の朝ではなく、もう昼。こいつら昼まで寝やがってよ、ニートが。昨日はすごく楽しかったね。騒ぎすぎたせいかまだ眠いよ。でもいい加減起きなくちゃね。今日も頑張ろう。ちょっと若干テンションが低く二日酔いで。で、エモンガとかってもういるのかな。おお、ひなない。あれ、今のはひょっとしてエモンガの声。でも姿が見えないけど。おい、こっちだよ、こっち。なんか逃げ回ってるみたい。私たちをからかっているのかな、激おこ。ふ、やだな。逃げ回ってるのとちょっと違うんだよな。違うんだよな。じゃあこれでどうだい、はははは。はなんだこれは。これぞエモンガの秘伝、分身の術だ。ふははは。は、う、いつの間にそんな術を。あ、いいね、これ。お前らは成長してんのはお前だけじゃねえんだぜっていう。なんとなく分かった気がする。あ、キワゴモ、どこへ。やっぱり。あんなとこにフリズムが、あ、そういうことか。フリズムからエモンガの声が、ということは。しょうもないいたずらのために使ってんじゃねえよ、お前は。全くからくりがわからないだろ。ねえ。そんなことやったら楽しい？それであなたの心は満たされるの？いや、じゃないよ。何やってんの？いや、お土産にもらったフリズムがあまりにも楽しくてさ、いろんな使い道があるなと思って、で、試してみてたんだ。まあ、それもこれも、ひなないたちが大氷河の冒険を無事成功させたおかげだよ。よかったよかった。たくも、でもありがとう。エモンガが留守番してくれたから私たちの冒険できたんだし。え、わかってるじゃねえか。留守番といえば留守中こっちで買ったことはなかった。買ったこと？そうだな。あ、そういえば一つだけ、たまに光が登っていくことが。光が登っていく。あ、遠くの方で光の玉が空高く登っていくのが見えたんだ。ハーデリアに聞いても今まで見たことないって言うしよ。あれは何だろうってみんなで話し合ったんだけど、点で分からねえんだ。光の玉ね。特に丘の上からだとよく見えるぜ。結構頻繁に登ってるようだから、そのうちキバゴモーたちも見る機会があるんじゃねえかな。じゃあな。エモンガって結構おしゃれなのね。でもあんなに喜んでくれてよかった。でもそれだけじゃなく、エモンガその喜びをこっちにも伝えたかったのかもね。人の感情が読めすぎるな、キバゴは。よし、じゃあ終わりますか。今日はこの辺で、霧もいいんでね。いや、もうちょうどいいやろ。こっからでもやったらやることってさ、そんなもう、まあ、多分次のストーリーに向けて、あとは、あ、東のサバンナに行けるようになったって書いてある。これなんだろう。ポケダン動画化は、あ、YouTube の方でやってます。はい、ポケダンの方は。YouTube で全てのアーカイブ保管してますんでね、ぜひね。そっちでね、見ていただけるとね。
今日は見えないけど、でもみんなが代表官に行ってる間に、てか代表官にどれぐらいの期間行ってたんやろうね。1ヶ月ぐらいかな。お前らじゃ無理だ。お前は草タイプだから無理。じゃあちょっと終わるか。キリがいいからさ。あの、確かに俺もドラゴンタイプだった。東のサバンナって何なんだろう。まだ行ってない。あ、ここに、あ、この赤土の大地とか、この辺かな、次行くのはな、多分。投げ !14 階で投げや、ここ。次回はこの赤土の大地と東のサバンナ、この辺をね、攻略していこうかなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい。まあ、今日はもうそろそろね、夜も更けてきたんで終わりましょう。はい。まあ、ペース上げてやっていくわ、ポケダンは。